寒い寒い寒い。あ、皆さんこんにちは。どうもね、花ちゃんです。ね、今日はね、あるね、ちょっとね、友達と話してたらね、ちょっとね、もうなんか、ちょっとこれはもう、でもね、なんかちょっと議論ね、したいと思ってるね、ちょっと話題があるんですよね。ちょっと一つだけね、ちょっとね、そういうことがありますんでね、ちょっと、あんま寒いな。ちょっと寒いけど、まあ、概要なんかちょっと話そうと思います。ね、まずね、ちょっとって言い過ぎかな、ちょっとって言い過ぎですね、すいません。まず、クソゲーっていう、クソゲーとかバカゲーとかあるじゃないですか。呼ばれてるじゃないですか、いろいろゲーム。まあ、あのですね、そういうなんか本当に、まあ、何回もやっていればそのうちクリアするものですらバカゲーって呼ぶ人がいるんですよね。まあ、まあ別に僕はね、そんなことどうでもいいんですよ、本当に。だけど、ですけどね、他の人がね、どう見てもバカじゃってね、本当に言うんですよね。うん。なので、本当にちょっとそこをなんか、ちょっと、どうにかしてほしいんですよね。どうにかしてほしいっていうか、ちょっとそこを広めてほしいんですよね。例えばね、まあ僕もね、ちょっとあまり、ちょっとクソゲーって思ってしまうゲームもね、あるんですよね。バグが多いゲームとか。なのでそこはね、まあ仕方ないというかね、バグが多いゲームはね、まあ僕もね、ちょっとね、言っちゃうんですよね。だけど、言ってんのもね、本当にそんな一部しかないんでね、本当に。まあ僕もね、なんか、うちもね、まあ、いくつかね、やってるゲームあるんですけどね、何回したかな。待ってね、ちょっと数えてみますね。なんだっけ。あれと、これと、それと、4個。寒い。てか、寒いんだけど、本当に。今何度だよ、まったく。雨も降ってるし。寒いんだよな。あ。で、ゲームは確かね、7、8、90。多分10個ぐらいですかね。まあ、10個のうちの2個と考えて、2個ぐらいバグが多いゲームがあるんですよね。なので、それは、まあ、クソゲートに認定しちゃってもいいと思うんですけどね。でもね、友達が言うのはね、残りのね、さらにあとね、まあ、あと6個ぐらいあるんですよね。ちょっとそれは嫌だなって思うんですよね。うん。まあ、そう、別に僕はね、何回もやってればね、そのうちクリアするんですよね。クリアするものですらね、まあ、クソゲーっていうのね、あまりよろしくないと思うんですけどね、ちょっと調べたんですよね。そしたらね、まず一つ目に、まあ、バグが多いゲームはね、まあ、クソゲーって言ってもいいんじゃないかっていうことなんですけどね。で、二つ目が、ですね、待って。ゲームとして最低基準満たしてないとか、あと他に、なんだろう。調べたのに忘れたな。まあいいや。とにかく、あとね、4つぐらいあったんですよね。それでね、バカジェって言っちゃうのもね、まあな。そのうちのテリカ1つは、でもね、当たり前はね、まあ、バカジェって言っちゃうのがね、ちょっとね、ちょっと嫌だなと思うんですけどね、まあ、バグが多いのは仕方ないですよ。さすがに。なんですが、他のね、5つぐらいはね、せめてね、なんか3つぐらいやってもね、言ってもね、いいんじゃないかって思うんですよね。で、まあ、なんだろう、まあ、個人が作ってるゲームもね、ありますんでね。ダメ。個人が作ってるゲームもあるのに、なんか作った人にね、バカゲーって言っちゃうのもね、なんか申し訳ないんですよね、やはり。やっぱり、作る人は、作る個人、会社とか企業とかね、なんかそういう団体で作る場合だったらね、結構、
なんか作業が分担されてね、効率よく作られるんですけどね、個人でね作るとね、どうしてもね、いろいろとね、なんかなんだろう、そういうミスも起こるじゃないですか、たくさん。あそこはまあ仕方ないですよ、仕方ないじゃないですか。まあね、課金制度もないし、広告もないゲームなんかもして、そうですよね。うん、それならちょっとね、バカじゃいって言っちゃうのに、じゃあ自分が作ってみるよって言いたくないんですけどね、本当に、自分が作ってみるよって、パソコンが使えない初心者が何やってんだって言いたくないんですけど、それ言ったら、ますます殴られそうなので、やめときましたけど、でも本当に、あいつら言ってること、本当に、いや、もう、ひどいんですよね、まあ。自分もなんかそういう風なこと、自分もね、まあ悪いんですけど、大体まあ、だって、まあ僕もうすぐまたリスマラって始めたんですけど、で、まあ初心者なのでね、全然わかんないんですよ、本当に。うん、なのでね、なのにね、そんぐらいひときよみたいなもう言われすぎなんですよね、まったく。ちょっと本当にもうイラッときますけどね、あえて言わないんですよ、あえてね言っとかないんです、言いませんけど本当にもうイラつきのたまになんですよね、まったく。だからもうまあ、あんな高校に行ってしまったから仕方ないんですけど、まあ、高校の評判悪く言ったらね、ちょっともう、高校にね、ちょっとね、退学させられそうなんでね、あんまり言いませんけど。ていうかね、このチャンネルをね、知ってる人がね、うちのクラスにも一人いるんですよね。怖いんですよね、本当に。もうネット上にね、もう、ネットでね、関連動画からね、来たっていう人もね、いたんですよね。怖いですよね、本当に。いたんですよ、本当に。しかも、よく知ってる友達が、お前やってるだろって言ってきたんですよね。怖いですよ。なのでね、あんまりね、言ったらね、なんかね、今度はね、その子からね、別の子に言われそうでね、ちょっとあんまり言いたくないんですよね。あんまり言えないんですけど、まあ、頑張ってね。頑張るっていうか、頑張るも何もねえや。とにかくなんか仕返ししたいって思ってるんですけどね、力がないのでね、できないんですよね。うん、もう力、まあだってうちの高校意外とね、運動部がね、運動してた人がねめっちゃ多いんですよね。僕自分は運動なんか全然できないから、文化部でしたけど、中学校の時ですよ。なんでしろ、本当に運動できる人ばっかいて、本当に僕たち絶対的にもう力で増してやるっていう感じですよ。なら学力で頑張ればいいじゃねえかって言ってもね、僕勉強あんまり得意じゃないんですよね、あんまり。なのでね、もうやれっぱなしでもどうしようもないんですよね。やだ。嫌なんですよ、本当にもう。でも仕方ないですよ、それも。それ、そういう海なんですけど。だから、じゃあ、まあいいや、そうそう、10分か。まあいいや、じゃあ、そんぐらいで。あと一つ、じゃあ最後一つだけ。動画実況も、動画じゃない。DM 実況また始めますんで、よろしくお願いします。もう、ね。もう、鉄道旅行こうと思ってるんですけど、もう1月なんでね。もうね、今度はね、また、もう、鉄道旅行く金はもう、3月に回すってことでね、ね、そういうことでね、またね、その時まで貯めときます、金を。寒い。じゃあ、ということで、多分次はね、でもな、待って。
あ、そっか、テトローザで第100回目がまだ編集されてなくて、編集終わってなかったわ。じゃあそれとあと鉄道旅第7回のなんか再編集版みたいなやつ出してね、終わります。ゲーム実況を始めますんで、ね、またその時はよろしくお願いします。あー、もう鉄道旅の方がちょっとね、視聴回数多いんだけどね、まあお金がないんでね、仕方ありませんね。ということでね、じゃあまた次回会いましょう。ご視聴ありがとうございました。あ、寒い。